こんにちは。こんにちは。おなじみのつつさんです。今日はメトログリーン東洋町という一回来てみたかった練習場に来ました、はい、あ、初めてですか。はい。で、ZOZO チャンピオンシップ帰りの PGA クラスの気持ちになっているつつさんに来ていただきました。はい、気持ちだけ、はい、よろしくお願いします。面白かった。いいな。今日はつつさんにどうしても聞きたかったことがあって、はい、ドライバーのシャフトです。はい、ドライバーのシャフト。あの、今年去年の終わりあたりから、はい、みんなが天性天性ってよく言うんですよ、はい、で、ちょっと一回男子プロ行ったかな、タイガー・ウッズ天性行ったかなの後に女子プロの人まで天性天性になって、うち、ね、はい、に出てくるあの上手い女の子たちいるじゃん。あれも天性天性って言い出して、僕正直何天性か分かってないんで、はいはい、何種類天性あって天性って何って分かってなくて教えてください。わかりました。で、今日はあの本当のシャフトの専門家の方に来ていただいてます。お願いします。お願いします。はい、失礼します。何さんって言うんですか。エストリックスの長崎と申します。長崎さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。テンセってこれ？これです。CK プロオレンジ。これはいわゆるテンセ。そうです。あのアメリカに、もともとアメリカで作られたシャフトなんで、あの、展開してるシャフトなんですけれども、アメリカ限定？はい、アメリカとヨーロッパのみになっています。つい、今年の前半から、国内にグローバルで展開しだしたのがこの天性の CK プロオレンジ。 CK プロオレンジ、オレンジ、はい、オレンジです。だから国内で展開しているのはこれの1機種のみです。じゃあいわゆる天性はこれだけ、国内はこれだけ。アメリカにはホワイト、ブルーとか天性ホワイト、天性ブルー、ブルーがあります。メーカーはどこなんですか。三菱ケミカルです。三菱ケミカル、はい。飛ぶって言ったら飛ぶ、来た。シャフトで飛ぶとか分かんない。そう、僕それ分かんないですよ。シャフトで飛ぶすら分かんないんですよ、はいはい、シャフト変えると球筋が明らかに変わるので。でこれだと大きな特徴的なのは手元がタングステンっていうのが入ってて、カウンターのバランスのシャフトなんですけど、はい、少しこっち側の手元側が重いシャフトです。重いんだ。重い。こっちが重いんだ。で、はい、重いです。で、かつここの今しましまで見えるところがケブラーという素材が入ってまして、はい、手元がすごく大きくたわむ感じがここで、手元が柔らかい。重くて柔らかいんですか、はい、謎。謎です。で、中間から先は全体的にしっかりしているシャフトで、叩いても左には行き着かない。はあ、それってトレンド的なものなんですか。まあ、一番先頭にいるシャフトです。そんなっすか。はい。天性。天性。今年からその重量帯もあの軽い 50g 台とか、それで女子プロの人も、その女子プロのトップの人たちが何番かな、はい。もともとアメリカには 50g 台がなかったんです。基本的な構造は変わらない、はい、変わらないで 50g 台のラインナップを追加したのと、うん、あと60の X とか抜けてたフレックスを追加したのと、うん、とりあえず打てっていう感じだと思うんで、まあ、そうか、はい。最初にこの天性のシャフトを使った人って誰なんですか。僕が知ってる限りだと、うん、やっぱりアメリカの PGA ですよね、マキロイ、ローズで、皆さんがかなり知ったのはその後タイガーも使い出して、うん、あのオレンジのチョンってこれ何みたいな、もうとにかくアメリカのプロがみんな天性のプロを使い出した。同じタイミングほぼ去年の同じタイミング、もう立て続けにって感じです。はあ。で、今も使ってるんですか。今も使ってますね。モデルをちょっと変えながら。これなんすかね。あ、流行りのやつだ。皆さん打ったことないこれ。G410 です。今日リサさんスイングできるんですか。言っていいですか。何学んだか。左肩がこっち行きすぎるから引けってこと、はいはい、固定しろってしたらこういうのもなくなるから、そうこれ振りやすいのかな、ドライバー。あ、スライスした。でもなんか振りやすいっすよ。ちょっと高さが前より低くなってます。確かに、これ振りやすいですね。ヘッドがいいのかシャフトがいいのかよくわかんないですけど、重さはどうですか。重くないです。確かにここを感じます。川崎さん、これで50も試した方がいいですか。そうですね。ちょっと打ち出しが低めですね。
まあ、結構いい感じですよ、うん、振りやすい打ち方めちゃくちゃ変わりましただいぶ確かにこれ減りましたね、うん、50のやつですで、ロフトをちょっとつけましたあ、シャフトを変えたってことですかヘッドを変わってないヘッドもロフトを変えましたはい 10.5 に、410プラスの 10.5 ですずっと70だろうが50だろうが、はい、当たった瞬間にこうフォロースルーも感じるし、うん、来る時も感じますし、はい、なんかその遅れてきてる、なんていうの、当たる直前からヘッドは感じますね勝手に、うん、で一生懸命振って走らせようとかそういうのはないです、はい、走らせられないし、はいすごくタイミングが取りやすいシャフトだと思います、うん、でトップでここがすごく大きくたわんでくるのでそこから先がこう棒状で大きくしなってくるのでそういうことですか、はい、だからすごくタイミングが取りやすいシャフトではあると思います、うん、これ好かれてる理由って、はい、タイミングの取りやすさそうですねあと曲がらないのとあと叩ける要はしっかり叩けるシャフトというところが評価いただいて叩ける、はい、叩けるシャフトってどういうシャフトなんですか要は方向の安定性がまず揃うとまず左に行きづらいので左を怖がらずにどんどん振れるシャフトなので、うん、特に振れる人ほどやっぱり左に怖がって左がやっぱり嫌なのでその球が出にくいシャフトになるので、はい、戻るのが早いってことですか戻るっていうか元々左に飛ばさないってことですね宮下さんは最初にそれを感じすぎて逆に自分で捕まえようとしすぎた感じですねで左に行っちゃったと思う素直にそのまんまの感覚でだから1球目結構スライス目の球が出てくるのは左に行かない安心感がちょっとあるじゃあプロの人たちよくいますね左あれでヘッド の, その感じ当たってくるの待ってるか、うん、だんだんまっすぐ叩
叩ける、そうですね。なのでタイミングも取りやすい。ですで、この現代的なこういうのもあったかな。そうですね、あの、まあ、受信距離長いのだったりいろいろあるんですけど、うん、基本的にその MOI が大きくなってるので先端も結構強めではあるのでヘッドがこうあまりブレないといいますか。あ、大事っすね。ここ大事っすね。で、他のシャフトと全然違うんですか。いや、違う、ちょっと一回。ああ、いい振りでしたね。はい、これヤマナ ZF の GF の 60S ですね。ヤマナ知ってますよ、はい、これ一緒のやつ。あ、これいいじゃないですか。違うヤマナですこのな、これ全然違うクラブになった。前に打ったディアマナとは感覚違うと思います。種明かしタイム動きが全然違いますよ。そうてか振り方も変わりましたよ。テニスはさっき手元がやるって中間から先が全体にしっかりしてましたけど、自分は手元もしっかりしてて先もしっかりしてるんで、ここのまず切り返しの部分の感じ方が全然さっきのテニスと違うんですよ。ここは感じます。そのヘッドは感じやすかったですね。こっちはなんか棒のままこうやってやりたかったです。低いまんま振りたくなった、はい、正しいか知らないですけど、これがディアマナです。はい、ディアマナです。本当は230にならないとダメなんですよね。ってことは手をここに完璧や。ほら OK、 これがディアマナ、はい、これがテンス。テンスで構えた瞬間違いますよね。そうなんですよね。感じ方でやっぱすごいコメントが変わると思いますね。ちょっと違う。今ここで違いを感じました。ここで振りにくいとかでだいぶスイングもありますし、はい、だ好きだ嫌いだとかも 出ちゃうのがシャフトなんで、例えば手元が少し柔らかめのものが好きな人もいれば、固めの方が切り返しが強い人とかはちょっと手元硬い方がタイミング取りやすい。振り方とかですね、はいはい、でこれ、60の X です。60、はい、ちょっと重さはほぼ一緒で硬さを上げました。ヘッドが返ってくるのちょっと待ってないんだよ。これ今日一飛んでるかもしれない、うん、違う。しかも曲がり幅が減りましたね、うん、スイングも暴れない気がしました。これに S って書いてあったら一番いい気がする。 S って書いてあって X 振らされるのが一番いい気がする。ディアマナもまあ GF テンセットっていうのを見てる感じだと、まあテンセット 60S が一番合ってらっしゃるかな、うん、結果を出してくれそうな感ありますね。格好つけてないですね、テンセのくせに。 BJ のフロータスを使ってる理由も、うん、そのパワーがあるからっていうのは、うん、やっぱり確実に結果が出る振りやすいシャフトで結果的にテンセを選ぶ、うん、そういうことなんですか。宮下さんと選び方は一緒です。振りやすくて方向性がいたら使われます、うん、結果とそれは感じます。だって こういうヘッドもあったんですよ。すごいだってナイピックとか、はい、今時のやつ買ってちょっと悩んでる人はちょっとテンスで試してみるといいと思う、はい、そうですね。結構変わると思いますし、うん、せっかくシブのモデルで買ったのに。そうですね、ヘッド買ったのにヘッドが悪いわけじゃなくてシャフトとの相性、相性がそれは感じました。まずちょっと話長くなって申し訳ないんですけど、僕が一番良かったのはフィニッシュが取れるようになった。ドライバーで最後までこうなってたから、はいはい、こういくとここからグーンっていくってことですよね、多分。わかんないですけど、その人その人のあ、そういうことか。なんか
当たらないとか、うん、宮下さんで言ったらフィニッシュが当たらないとか、うんうんうん、トップの位置がなんかモヤモヤするとか、そういう理由でシャフトって合ってないっていう選んでいいと思うんですよ。ちょっと点数欲しくなります。なりますよね。懐かしい。事実合ってるし。そう。分かりましたね。これね、試しに点数ありですね。ちょっとこう回し物になりたい。ちょっとだけ。次は転生からの、うん、じゃあどの辺がいいのか、うんうんうん、いいのか、もっと他に見つかるのか、それまた第2弾。はい。第2弾これ。分かりました。はい、じゃあありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございました。じゃあみんなちょっとこれ試して打ってみてください。転生。ありがとうございます。ありがとうございました。